よろしくお願いします。はい、どうぞ。これから経営記者会見を行います。はじめに本日の発表項目2点について記事がご説明いたします。はい、1点目はですね、先般新潟の魅力発信サイト、新潟の使い方ポータルサイトございますけれども、まあ、これをさらに広く認知度を上げていこうと、まさに使っていただこうということでキャンペーンを始めますと。でそのキャンペーンのアンバサダーとして、まあ、キャンペーン大使としてですね、新潟県出身の DJ 松永さんにですね大使に就任していただきますよということを発表させていただいたところですが、で実際、キャンペーン始まっておりますが大変好評であります。で今回はですね、この DJ 松永さんとですねそのご師匠であります、駒形さんですかね、南魚沼市のご出身で U ターンされて、農業されておられますが、この方も大変 DJ としてのですね、実績をお持ちで、このお二人のですね、対談を企画をすると企画したということでそのお知らせであります。本当にこ のアンバサダーに就任していただきました結果ですね、ツイッターのフォロワー数とかですね、驚異的に伸びておるようでありました。後ほどブリーフィングさせていただきますので確認していただきたいんですが、本当に驚異的に伸びているということで、まあ、このキャンペーン盛り上げていきたいと思います。それが1点とですね、もう1点は、ICT のヘルスケアの話ですね。これもですね先般ICT を活用して、ヘルスケア、ICT 立憲を目指していこうということで、さまざまなプロジェクトを始めてきておりますが、先般は糸魚川で糸魚川総合病院と連携をしてですね、アプリを使って、救急相談をこう行うということで、そうした実証事業を始めますよということをアナウンスしたと思いますけれども、実は今日はですね、すでに今年度昨年の5月からですね、実証事業を始めておりました村上でのですね、産婦人科小児科のですねオンライン相談ですね、これの実施の状況がですね一旦まとまりましたのでそれのお知らせであります。資料ついてるかと思いますけど、1月末の時点で、276名の登録者、相談件数478件ということでその結果非常に好評であると、今後も利用したいあるいは非常に説明が、理解できたというのも高い評価をいただいておりまして、前から申し上げてますが医療の、革新であるその治療行為とかですねまさに医療の狭い意味での医療行為に至る手前のところでですね、やっぱり相談っていう分野があるわけですね、それこそ病院に行くべきでしょうかとかこんな症状なんですけどどうしたらいいんでしょうかとか特に小児とかですね出産期はそうした心配事が多い、診療分野だと思います。そうしたところにこの、ICT を上手に活用して、24時間、気軽に相談できるで専門的なアドバイスをもらえるということは安全安心につながる医療の資源をですね、言うならば効率的に使っていけるそういう仕組みだと環境だというふうに思っておりまして、ICT でヘルスケアを高めていくというところはこれからも引き続きいろんな取り組みを進めていきたい分野でありますが、今回はその村上でですね、すでに始めておりました実証事業の結果について、取りまとめたということと、
まあ、途中段階ですけどね、最終段階じゃありませんけれども、そして合わせて、今度は村上市民を対象にして、さらに、ニーズを詳しく探るための、まあ、アンケートを実施するということのアナウンスであります。引き続き多くの方にこの何でしょう、 ICT ヘルスケア立憲ということについて関心を持っていただけたらというふうに思っております。私の方は以上です。それでは代表質問を進めていきます。代表で連休にお伺いします。はい、佐渡汽船が道のりホールディングスの出資を受け子会社となることが発表されました。改めて今回の発表の受け止めと今後の期待についてお伺いします。合わせて佐渡ホール維持のために県として今後どのように連携を図っていくのかも教えてください。はい、まあ先般月曜日でしたかね、佐渡汽船と道のりホールディングスとの間で出資契約が結ばれたということの発表ございました。まあ、これによりまして、佐渡汽船の、持続可能な経営、事業を継続というところに、まあ、一定の目処が立ったというふうに受け止めています。道の駅ホールディングスさん、大変これまで、地方の公共交通のですね、事業再生に数多く手掛けてこられておりまして、まあ、その事業再生等を通じて、培った得られた知見がノウハウがですね、お持ちだというところで、まあ、今後そうしたこれまでの知見なり経験なりノウハウを生かしてですね、佐渡航路のですね、さらなる利便性の向上やですね、利用客の促進、利用の促進、さらには佐渡地域全体のですね、活性化、地域の活性化にもですね、つながっていくことを期待しているところであります。で、県としてもこれまで、まさに佐渡航路は佐渡の市民にとって、なんて言いますか、生命線とでも言うべき、大切な航路ですので、島民の生活経済、全てにわたってまさになくてはならないものでありますので、その存続といいますか維持、そしてさらなるそのサービスの向上というところについては行政ももちろん関与してきたところでありますけれども、引き続きですね、地元市、上司さんも含めてですね、しっかりその、この佐渡航路の維持存続、さらには、そういう、なんていうかサービスの向上といったところも含めてですね、適切に関与していきたいと思いますし、その表れとして、実は、佐渡市、上越市、新潟県、そして道の駅ホールディングス佐渡汽船とこの協定をですね、地域の活性化、航路の活性化を目指すですね、協定を結ぶことを今予定しておりまして、実務的に調整を進めているところであり、こうした関係者としっかり連携をしてですね、繰り返しになりますが、佐渡航路の存続って言い方変ですけど、維持、持続可能な佐渡航路のを作っていくというところに、力を入れていきたいというふうに思っています。お話しいただける範囲で現在どういう方向性なのかというのは、だからみんなでまさに、連携をして、活性化を目指していきましょうという内容になると思います。ありがとうございました。それでは各社お願いいたします。新潟日報の関係ですが、代表質問に関連してなんですけれども、佐渡汽船に関しては歴史的に県も半額出資して、役員を送り込んでいて、そういう経緯も関わってきた経緯もあると思うんですけれども、バブル後に、一度債務超過に陥ったりですとか、でそこから県の関与を少しずつ弱めてきた経緯もあると思うんですけれども、結果的にこういう状況になったことについて、どういうふうにこれまでの経緯をどう評価されていますでしょうか。これまでの経緯っておっしゃっても、それは50年の世界のことを今おっしゃってるんであって、それは当然経営の形態は変わっていくんでしょう。時々の経済情勢や諸事情によって経営は変わっていくっていうのは、それは企業にとってはよくあることだと思いますよ。
で一貫して佐渡航路、佐渡のこの航路というのは佐渡市民にとっての佐渡島民にとってのですね、生活経済の生命線であるというところで、これはしっかり確保していかなければならないというのは、これはもう行政の使命として、当然だと思っておりまして、そこは先ほども申し上げましたように、地元市としっかり連携をして、まあ、行政の責任を持ってですね、関与していく、ということが大切なんだろうと思います。行政の関与というところなんですけれども、まあ、筆頭株主じゃ 県が筆頭株主じゃなくなったということで、まあ、地元の方からは、まあ航路ですとか船舶の維持運航体制についてこう不安視するような声も聞かれるようなんですけれども、まあ、今後重大な現状変更などをですね、道のりさんなり鈴木さんが判断するような場合などにこう県としての関与はこうどう担保しているか。ですから行政の責任があると言ってるではないですか。そしてまたその表れとして協定を結びますというところで、全くこの佐渡航路の重要性には変わりませんし、そこに行政が責任を持って関与していくということにも、まあ、変更はありません。行政の方にはある程度その、県としてこういう時には協議してくださいみたいなことについては今回されるんですね。協定の文言は今実務的に協議しているところなので、ちょっと今の段階で申し上げられませんけれども、精神はそういうことですよ。さっきから申し上げているこの航路をしっかり、維持し、そして活性化させていく、利便性の向上等も含めてですね、活性化させていくというところをみんなで一緒に取り組みましょうという、趣旨の協定になると思います。昨日なんですけれども、道のりホールディングスの松本社長が、まあ、組織委員会への説明の中で、まあ、沖縄越航路の維持について、まあ、公的な補助が、まあ、ある限りにおいて維持できるというような趣旨のご発言をされました。まあ、県として今後のその補助の考え方について、今の県どのようにお考えになっているか。離島航路については国の離島航路補助金がございますので、現にそれは今補助金が給付されてますし、それから県はこれ利用促進の補助金を持ってまして、それを現に、佐渡汽船に給付してますので、佐渡汽船に給付してるんだろうな、いずれにせよ 利用促進補助金というのを持っておりまして、それぞれその道のりホールディングス その松本さんがおっしゃられたのは、そうした現在ある補助金を指しておっしゃったものと理解しています。そしてもその、まあ、利用促進などの、補助は、まあ、続けていくとお考えはするんですか。もちろんそうですよ。それは先ほどはその行政の責任としてこの航路を維持確保し、そして利便性も含めて活性化させていくということは引き続きやっていきたいと思います。少し話は変わるんですけれども、離島振興法の期限が、まあ、迫っているものがして、で、まあ、延長改正とか延長に向けた動きも、まあ、全国の離島を抱える自治体の中では少しあるようなんですけれども、まあ、航路の維持も含めて全国で共通した課題なども離島は抱えている、現在コロナの影響で抱えていると思うんですが、まあ、何か国に何か意見ですとか、まあ、ご要望など今後されていくお考えはありますでしょうか。現時点で今何もそこは動いておりませんけれども、今後必要に応じてまあ、各その離島振興のなんか多分そういう協議会とかありますので、そうした組織としっかり話をしながら必要な役割を果たしていきたいと思います。ありがとうございます。はい、NHK の口です。ちょっとコロナなんですけども、昨日累計の感染者が県内で2万人超えまして、2万人超えたのが1月17日だったんですけども、まあ、1ヶ月足らずで2万人超えたと、このスピード感どういうふうに見てますか。そうですね、本当に感染力強いですよね。まあ、新潟県だけじゃなく全国同様に急激な感染が続いたと、まあ、ただここに来て、その感染の拡大のスピードは間違いなく鈍っていて、まあ、新潟県で言えばこうなんかこう高原状態というか、こう高止まりの状態っていう感じはありますが、まあ、いずれにせよ急激に広がったっていうのは実感として今のお話で感じるところですね。
ぶら下がりとも少し関わる話、関連する話でもあるんですけども、マンボウの延長要請されて、政府としては来月の6日まで3週間ということで、延長を検討しているそうなんですけども、もうしばらく県民の方に協力とか、お願いすることになると思いますが、改めて、この期間の受け止めも含めて。昨日も申し上げましたが、本当に特に飲食の業界ですよね、あるいはそこに、関連している業界の皆さんの厳しい状況が続いている中でですね、非常に申し訳ない気持ちがあるんですけれども、ただ今申し上げたように感染の急拡大は抑えられてはいるものの減少にまだいっていないという中にあって、徐々に高齢者の割合、感染者の割合が増えてますので、これが入院率が、入院する方をの増加につながり、しかも中等症、重症につながっていく可能性が高くなってきてますので、この先医療への負荷、結果的にそれは一般医療に影響を与えてくるわけですので、そうした医療への負荷を考えますと、今そうした対策を緩めるという状況には、緩められるという状況にはないというのが判断でありまして、引き続きもうしばらくの間、我慢をお願いしたいと思います。県民の皆さんには本当基本的な感染防止対策の徹底、リスクの高い行為を避ける、そうした協力をお願いしたいと思いますし、合わせてワクチンの3回目の接種ですね、これについて積極的に考えていただきたいというふうに思います。発表の方でこのアンバサダーの方なんですけども、ツイッターのこのフォロワーも4万、ツイッターのフォロワー、著しい反応があったっていう話しもありましたけど、4万5000ぐらいで結構増えてるっていう、この反響の受け止めと、今日発表でありますけど、駅でも若者向けに何かメッセージをということなんですけども、その趣旨とかどういうことやるのかっていう部分についても、この後の番号ブリーフィングで確認してください。とにかくフォロワーがなんか一桁変わったっていうのはすごいですよね。驚きました。これまで県というか、県全体でこういう PR ベタであったりとか、ある意味言い訳でもあり、美徳のようにも言われてるようなところあったと思うんですけど、どういう PR の余地っていうのは、これで全てってことはないでしょうけども、特に若い層ですね、我々まさに選ばれる新潟を目指して UI ターンの促進、一生懸命取り組んできてるところですけれども、少なくとも鍵となってですね、目を向けてもらう、その効果は大きなものが今回の取り組みであったと思います。これがさらに深まってってですね、関心がやっぱり UI ターンですから、また新潟に戻ろうかなとか、新潟って面白そうだなっていうふうに、だんだんこう関心が深まっていくことを期待したい、その少なくとも取っかかりとしてはすごくこの今回のキャンペーンは大きな効果があったというか、まだ続いてますので、ありそうだなというふうに思っています。まだまだあまりその新潟の魅力知られてないかもしれないというところで、そのより知ってもらう伸びしろっていうのは知事はどういうふうに。それは前から就任してすぐに新潟の魅力を考える懇談会を立ち上げて、幅広い議論をしていただきました。でその中で、その新潟に大変な愛着を持っている人は大変多いんですけれども、それをじゃあ積極的に外に自慢していこうという行動にまで至ってないというのが、各種のアンケート調査やそれからその議論の中から分かってきたところでありますけれども、まさにこうもっと積極的に、外に自慢していこうよという機運をさらに盛り上げていきたいというふうに思っています。今ご質問の中で伸びしろっておっしゃっていただきましたけれども、新潟が持っているこの豊かな魅力というものにもっと自ら気づいていただきたいというところは従前から思っているところですね。伸びしろしかないっていう感じでしょうか。伸びしろしかないっていうか、いやいや今までもいろんな発信はなされてますよ。しかしまだまだ尽きないと、魅力のはたくさんあると思いますし、その発信も
まだまだ足りないというふうに思っています。はい、新潟日報の方なんですけど、コロナの関係で感染者が増えてきている中で、県の方 の, 職員の方の感染が増えてきているように発表を感じているんですね。まあ、お見舞い申し上げたと思うんですけども、知事の方はやっぱりそのように感じていらっしゃいますか。私のところにも職員の感染等のですね、報告は逐次上がってくるんですけれども、確かに本庁だけじゃなくて、出先の振興局とかですね、そういう機関でも地方機関でもですね、感染者が出てきておりまして、まあ、幸い重症という話は聞いておりませんので、そこはまあ不幸中の幸いではあるんですけれども、業務への影響とかですね、その辺それぞれの現場でですね、いろんな工夫をしてもらっているところです。一人一人もちろん感染防止対策気をつけておられると思いますけれども、それ以上にどうしてもウイルスの力が感染力が強いという中で、引き続き最大限の一人一人の努力と、それから職場全体でのですね、感染防止の例えば換気の徹底とかですね、あるいは、一種 BCP と言いますか、事業継続のためにですね、在宅勤務とかですね、随分いろんな工夫をしていただいてます。そうしたことでなんとか乗り切っていきたいというふうに思っています。もちろん職場ごとに影響はないとは言えないと思うんですけども、大きな業務の支障、それでなんか滞ってですね、混乱が起きているとかという話は聞いておりませんので、そこは各現場がなんとかうまく工夫して対応していただいているということだと思っています。まだそうですね、濃厚接触者で自宅待機になった人とかですね、入れると、数十人にの規模になっていると思いますが、今のところ混乱は起きてないと思います。いろんな呼びかけを県民にされてますけども、職員方に対して、特段、さらに上のレベル求めるとか、そういうことってあります？いやいや、それはもう県民おしなべて皆さんにお願いしていることを、職員も一人一人同様に、防止対策徹底してもらいたいと思います。で、一方その組織としてその事業業務をきちんと継続するため の, 工夫というのはしっかりやっていきますよということで、それは今申し上げた職場の中での防止対策であり、あるいは、在宅勤務を活用ですとか、そうしたことで、事業継続、県民の皆さんに行政サービスが滞ることがないようにですね、やっていきたいと思います。職域接種とか検討はされてますでしょうか。職域接種を進めて準備を進めてまして、まだ国の申請のタイミングもう準備をしてますよ。できるだけ早く始めたいとは思っています。先週ですね、JR 西日本が大糸線、糸魚川南小谷間の一部廃止を検討に、今後のあり方を検討したいというふうな発表がありました。そういった何を検討したいとおっしゃいますか。廃止ですね、一部の廃止バスの代替も、もう視野に入れていると。なんか報道がちょっと見出しがひどいと思います。見出しがひどい、極めてひどい見出しだと思いますけれども、廃止を検討というのはそういうことはないというふうに聞いております。幅広く議論するというお答えをしたらしいですけれど、廃止を視野とかそんなことは言ってないということです。検討しても廃止は絶対してもらいたくないという思いもありますでしょ。廃止を視野など入れてません。協議会を立ち上げる、振興部会ですかね、を立ち上げるという話は聞いておりますが、その振興部会の、議論というのはもちろん活性化のために幅広く議論をするというふうに聞いています。この取材に対しては廃止の視野にということもあったんですけども、特に県の方にはそのようには受けないと。いや、西日本からの報告というのは、受け答えは、幅広い議論をすると答えたというふうに聞いてますけど。
県としてもやっぱ大糸線は、まあ、大切な路線というふうな認識ですか。地元市はまさに大変強くそれを望んでますし、県も同意見ですよ。長谷川議論ということですけども、どういった議論を期待したいというこの幅広い議論でしょうね。いや、活性化の協議会はもう協議、今回は規制同盟会の方の振興部会ですけど、活性化を議論する協議会というのはすでにあって、これまでもいろいろ議論してたのを、確かこのコロナで2年ぐらいなかなか、実行に移せてないというのが地元の思いだというふうに、理解しておりまして、まさに、コロナがいずれ、乗り越えたら、いろんな試みをやりたいんだろうと思っています。ありがとうございます。はい、朝日新聞高橋です。お願いします。発表はトークライブの関係で聞かせてください。DJ コーマさん、米農家さんということで、県としても従前から米の消費喚起と PR 続けてこられたと思うんですけれども、今回こういったトークライブをする中でどういったお話が出ることだったりとか、どういう議論をしてほしいか、ね、このお二人のまさにキャラが非常に立っているので、楽しみなんじゃないですか。どんな話、ただ伺っているのはお二人とも地元愛といいますか、ふるさと新潟への思いが大変強い方ということで、かたやまさに戻ってきて、改めて新潟のに対して愛着を持っておられる方であるし、かたや、また外で、活躍しながら新潟への思いを語っておられるということで、うちと外で新潟思いの人たちが、話をするっていうのは非常に楽しみですよね。アンバサダー就任の時の知事の会見でも、すごい有名、すごい人気だったんです。私自身は申し上げないんですけど、直接ご縁はないんですけれども、ツイッターのフォロワー増加みたいなのがやっぱりすごい、すごいんだなと実感したというところですね。あと、どっかでお会いしたいですよね。お会いしたい。楽しみですよ、なんか。いや、そんなことまだ何も話出てませんけども、機会があったらと思いますね。新人賞は一度お目にかかったことがないんですよ、私は。機会があればそういうふうに話もしてみたいっていう。すごいな、楽しみだなと思ってますけど。あと、もう一点、この ICT 活用した実証実験に関してなんですけれども、冒頭で、後ほどグリーンでお詳しく伺いますけれども、非常に評判がいいという話もあってですね、村上で今、実証実験やってると思うんですけども、こういった、オンラインを使った、当然このプロジェクトの一環ではあると思うんですけど、全県に今後、拡大というのも視野に入っていくという、もちろんです、もちろんです。私、これも最初から健康立憲ということを言う中で、医療支援が限られている、新潟県にとって医療というのは非常に広い概念で、競技ではそのまさに治療をするところが医療ですけれども、その周辺に先ほど申し上げました各種の相談とかですね、安心につながる分野があるわけですね。でここに ICT が非常に活躍できるんじゃないかと、活用できるんではないかというふうに思っています。で広い意味での医療が充実していく、でそれは安心安全につながり、まさに健康立憲につながっていくんではないかと、医療資源のまさに効果的効率的活用ということでもあるというふうに思っています。新型コロナの関係で昨日のぶら下がり取材の延長のお話になるんですけれども、首長さんから飲食業界からどれだけ効果があるのかって疑問の声だったりとか、あとは関連業者さんに支援がないっていうような趣旨の話の報告があったっていうお話がありましたけれども、そのあたりまん延防止が延長されればより丁寧な説明だったりとか、関連業界の何かしらの支援策説明っていうのも必要になってくるのかなと思うんですけれども、そのあたりっていうのは関連業界の話は、それは今のご質問の方に誤解があって、関連業界にも県は独自に支援をしています。一事業者あたり20万複数店舗を経営している場合で確か40万の最大40万の支援もしております。それは 前回といいますか特別警報を出した時にやっておりますので、全くないというのは誤解なんですけれども、いずれにしても、飲食業界もそうだし、それに取引をしている関連業界も厳しい状況にあるということはご指摘の通りで、そこは先ほど申し上げましたけれども、非常に心苦しいところはあるんですけれども、
まあ、しかし緩めるわけには今のタイミングで緩めるわけにいかないんですよねというところですね。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、後ろからいいですか。はい、読売新聞の和田です、はい。新年度の予算と予算の関係で、まあ、小さく今進んでいる状況ではあると思うんですが、見通しとしてこれまでと比べてといったところなど少しお話をさせてもらいます。まずごめんなさい、オンゴーイングで来週までお時間いただきたいと思います。はい、こちらの DJ 松永さんの関係で、はい、先ほど伸びしろという言葉があったんですけど、はいはい、ね、所属しているクリーピーナッツの昨年のヒット曲はズバリ伸びしろで、あ、そうなんですか。あ、それ引っ掛けておっしゃってる歌詞にが伸びしろしかないというのを連呼しているような曲になってぜひ知事から新潟のその魅力写真について伸びしろという言葉を使ってぜひちょっとどう考えているか伺えると思うんですが、新潟の魅力の伸びしろ、あ、発信の伸びしろ、それはそれでまだまだ、さっき申し上げたように県民の意識としてうちに秘めてある愛着はたくさんあるのに外に出してないというところで、それこそのこの発信とか自慢ということに関しては伸びしろがあると思いますよね。はい、まあ、逆に伸びしろしかないなんですか。失礼しました。あ、はい、また差別性の話に戻るんですけれども、道のりホールディングスはバス会社の体制というのでも実績を上げてますけれども、その部分で佐渡の、まあ、観光とか、まあ、維持交通という部分で期待することというのは、そうですね、なんか一部の報道にそういうことも書いてあったような気がしますけれども、あり得ることですよね。二次交通といいますかね、佐渡との島内交通と、連携をしていくということは考えられる世界としてはあり得ますよね。具体的にどう進むかとか、その何を道のりホールディングスさんが考えておられるかは分かりませんけれども、そういうアイディアもあり得ると思います。まさに通して、本土っていうか新潟と両津、そしてその先の二次交通と観光客から見れば通して、その考え方はMaaSということで、今いろんなデジタルといいますか ICT を使って、その移動全体をサービスとして提供するっていう概念は出てきてますが、そしてまた、この道の保育さん事業再生を行った関東での会社なんかでは、その、MaaSという概念も随分、先進的に取り組んでいるようにも伺ってますので、新潟佐渡にもそれを応用して、つながったサービスとして考えていくっていうことは十分あり得ると思います。佐渡金山で注目を集めて観光客の増加というのを期待するところなんですけれども、以前から地元から課題として上がっているのは、一周線がすれ違いもできないような部分だったりとか、崖崩れとかで、通行止めにたびたびなるという部分がある中で、そういったもう少しバスとか大型バスが通れるような道路整備という部分で、これも悲願、都民の悲願だとは思うんですけれども、そこの部分で。一周線ということに関して言えば、県も最大の力を入れてきたのは一周線を道路改良をして、まさにスムースに通れるようにするっていうところで、それは逐次やってきてもうほぼ出来上がってると思うんですが、確かにまだ一部まだ改良が続いているところがありますが、それはもう着実に仕上げていきたいと思います。おっしゃるように佐渡の一周線はまずマストといいますか、早期に円滑な交通に資する状態にしないといけないと思います。で、さらにこう中に入っていくやつですね、国中はアクセスとしてはもうそれなりのレベルだと思いますけれども、山に入っていく方ですよね、あるいはそれを越えて、行くような路線、ここにはまだ整備が進んでないものが
あるかもしれません。具体的にこことここっていうところまで私は承知しておりませんけれども、まあ、そうしたものについては着実に、まあ、いろんな予算の制約もありますけれども、着実に整備を進めていくということだと思っています。地元のバス会社からは一周線はやっぱり道外から来る観光客にとって車窓の風景が魅力的だと。そうですね、やはり以前からの拡幅のための声が出ていますので、だいぶ完了されましたよ。だから残ってるのは本当にわずかですよ。はい、部分でやっぱりちょっとまだ店のところがあったりするものですから、それに国中を通って細い道を管するようにして、こうルートを踏んでたりっていうのも苦労もあるようなので、そうですね、着実に進めていきたいと思います。一周線は最優先だろうというのはもう私もそう思います。はい、毎日の北村です。ワクチンの3回目接種についてなんですけれども、個人的なことを伺って恐縮ですけども、知事ご自身で3回接種の検討っていいですか？まだね、接種券来ないんですよ。私は7月31日に、2回目の接種を受けましたので、1月31日にちょうど6ヶ月を過ぎたところ、6ヶ月目になりましたので、まあ、今月に入ってもう6ヶ月を過ぎたので、チャンスがあれば接種したいと思ってますが、まあ、まずは接種券をが届くことを待ってるという状態です。1回目2回目の時は確かときメッセで大きなと思うんですが、はい、まあ、今回も新潟空港大規模会場として整備されている、はい、ということですけれども、はい、なんかまあその大規模接種の呼びかけのために空港をぜひ活用したいみたいな、はい、そうですね、接種券が届けばで、空港 の、 予約状況を見てからですけれども、空きがあれば、新潟空港の大規模接種会場でやりたいなと思っています。ガラッと話が変わって恐縮ですが、はい、北京五輪についてですね、はい、まあ、いよいよ今日からスノーボードハーフパイプが始まるということで、はい、まあ、県内ゆかりの選手もですね、まあ、これから続々登場してくるというところだと思いますが、まあ、今までの日本勢の活躍とですね、あとこれから登場する選手たちに向けて改めてエールいただけますでしょうか？そうですね、県関係の選手というところで言えば川村選手、惜しかったですけれども、まあ、まさに今日からですかね、ハーフパイプ平野選手等が出場されるんじゃないかと思いますが、まあ、ぜひ悔いのないようにですね、持てる力を存分に発揮してですね、まあ、結果としていい知らせが届くことを期待したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、新潟日報の長尾です。ですね、ちょっと1年以上議論続いてますけど、持続可能な社会実現にかかる、はい、向けた政策にかかる検討委員会なので、はいはいはい、まあ、まさに今日も議論しているところだと思うんですけど、前回の、まあ、会合でですね、まあ、なんか都市みたいなのが出てきて、はい、まあ、大体その再生可能エネルギーの導入促進ですとか、まあ、森林整備ですとか、まあ、人づくり、公共交通機関の、まあ、4つぐらいの柱が出てきて、そうですね、はい、まあ、これからもう今詰めの議論やって、まあ、年度内には報告書というところになると思うんですけども、はい、まあ、前回の議論でその財源の話が出てですね、まあ、こういう新しいその政策をやるのであれば、まあ、超過課税というのも、まあ、排除せずに、まあ、導入すべきだという意見が出て、まあ、委員長も終わった後にそういうようなことを言ってて、まあ、多分そういう方向で、まあ、報告書には出そうなんですけれども、まあ、改めて、まあ、これから報告書になると思うんですけど、そういう議論が出ていることについて受け止めというのはありますか？うん、まあ、いずれにせよ報告書がまとまってからお話しするべきだとは思いますけれども、これまで非常に精力的にですね、かつ丁寧に議論を進めていただいているというふうに思っています。で、まあ、大きな政策課題、今お話しいただいたように再生可能エネルギーの、実現に向けての取り組みですとか森林整備とかですね、あるいは地域の足、人材育成、そうした大きなこう柱をですね、立ててきていると、いただいているというふうに思っております。まあ、最終形をいずれいただきますけれども、まあ、そんな中で、そうした
持続可能な社会づくりのために必要な政策、その政策の実現のために必要があれば、それは県民に理解を求めるということもそれはあるんだろうと思ってます。だからそこはどんな表現でどういう報告書になるのか、そこはちょっとお待ちしたいと思いますが、いただいた上で、それを受け止めて検討していくことになるんだと思っています。それと別にですね、そのさらに前、農林水産部の方でですね、森林整備に荒廃しているというところで、森林整備に当てる財源として、他県でも広くやっている、森林環境税の導入というのを議論、別の有識者会議で議論してて、知事もその超過課税についても、当時一つの有力な手段というふうにおっしゃったと思うんですけれども。そういう意味で言うと、今回もその議論でつながってるんじゃないかと思うんですけど、兼ね合いっていうのは今の兼ね合いですね。前回の農林水産部でやってたこの議論を含んでの議論だと思ってますよ。はい、心理整備について のまとめはすでにいただいてまして、でそれは県議会でもさまざま議論をご質問もいただいたりしてますし、そこも含んでまさに持続可能な社会づくり、社会を目指していくために必要な取り組むべきことで、それは脱炭素というもっと大きな括りになるかもしれませんけれども、重要な取り組むべき、施策であると思っていますし、でそれのために先ほど申し上げたように、それを実現するために、新たな財源が必要になる。でそれについて県民の理解が得られるということであれば、それは排除しないということだと思います。それはあれですか、やっぱり森林環境税を念頭に置いている、これからのお考えになると思うんですけども、これから考える話ですね。一方でですね、やっぱりその新たな課税になりますと、その今また新型コロナウイルスがかなり長期化している中でですね、県民生活が厳しい状況に置かれている中で、さらにその新たな財源というふうに負担になってしまうと、理解を得るのは非常に難しいんじゃないかという見方もあると思うんですけれども、それが先ほどご質問いただいても今そのお答えするものはありません。新潟日報の鳥です。1点だけ、新潟工業の自殺の関係で、遺族の方が県を相手として起こしている訴訟の関係で、2月議会で和解に関する議案が出るということが取材で分かったんですが、和解し、まだしてないですけど、和解しそうだということについて、知事として受け止め、ここまでの経緯を含めてお願いします。なんか一部に報道があったようですけれども、訴訟に関することであって、今の時点でお話しできるものはありません。はい、よろしいでしょうか。それでは、はい、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。